んだやって当たりに行っちゃうんだろうな。外側、内側の肘が引けてから当たりに行くでしょ。だから体が回るんだよね。それを散々言ってるんだけども、滑り出すともう全部飛んじゃうからね。引いて必ず外側の肘が前に出ようとする、回し込むようにして前に出るから、だから失敗する。